あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日はバイオレットライトについてお話しします。皆さん、バイオレットライトって聞いたことありますか？ブルーライトっていうのは結構有名ですよね。バイオレットライト、まあバイオレット、その名の通り紫の光なんですけども、まずバイオレットライトっていうのは太陽の光からやっぱ入ってくる光なんですね。ですごく実は注目されているのはお子さんの近視、そのお子さんの近視を抑制する力があるって言われています。で、日本の研究チームがそういう光が、そのバイオレットライトが関係しているというのを見つけたんですけれども、そのバイオレットライトを目に浴びることによって近視を抑制するっていうのはですね、目って近視が強くなる人って目ん玉がぐーって大きく伸びていってしまうんですね。で、そうすると近視が強い目っていうのはもう目の構造がすごく引き伸ばされて弱くなってしまうので、まあ、本当に実は近視が強い人っていうのは何にも近視がない人よりもいろんな目の病気になるリスクがものすごい高くなってしまいます。ですからお子さんはなるべく近視を強くさせたくない、将来目の病気になるリスクを上げたくないので、なるべく近視をこう抑制したいですよね。で、もちろん裸眼で見えないっていうのもマイナス点なんですけども、病気を予防するっていう点ではすごく近視を抑制することが大事になっていきます。で、近視を抑制する一つとしてそのバイオレットライトを浴びるっていうのが大事で、まあ、お外にいないとその太陽の光からの浴びないとですね、もう目に届きません。で、よく窓ガラスからっていうのはシャットアウトするっていうのが最近分かってしまったので、まあ、ちょっとステイホームで、まあ、家の中にいる時間が長くてですね、お子さんはお外にいる時間が短くなってしまうっていうのが現実なので、まあ、これからどんどんより近視が進行してしまうっていうこともちょっと危惧されてるんですけれども、一番は合計で1日2時間お外にいるとバイオレットライトの作用などによって、まあ、近視を抑制できるって言われています。長時間連続して2時間じゃなくてもいいので、例えば体育の時間、まあ、小学校であれば中休み昼休みのお時間ですとか、あと通学のお時間ですとか、ちょっと散歩に行く、ちょっと買い物に行く、ちょっとベランダに出てみる、そういう時間の積み重ねをしてみてください。で、数年後にはですね、そのバイオレットライトを常に浴びられるようなメガネ、サングラスのようなものが発売されるかもしれません。そうするとお外に行かなくてもこうかけることだけで目にこう行き渡らせてお子さんの近視を予防する方法も未来的には考えられていますので、だけどそれまではなるべくお外で遊ぶ、でお外で思い切りこう遊んだ方がストレス発散になりますし、お子さんの情緒のこう発達、あと運動能力の発達にもいいですよね。で、じゃあ子供だけなのかっていうと、大人の方も実はそのバイオレットライトを浴びた方がうつ病の予防ですとか認知症の予防になるって言われています。で、よくお散歩、大人の方もお散歩をしましょうって言いますが、まあ、もちろん緑を見てお外にいて運動する以外にも、そういう太陽の光から浴びることで脳の血流が良くなって活性化されて、実は体にもいい、精神面にもいいということが分かってきていますので、大人の方も積極的にお外で浴びていただくのはいいと思います。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。